白い雲を深く灰色に染めた。
¡Gracias!
お願いします。
も書かせていただいたんですけど、あのいろいろな世界で発信されてます私たちの、はい、こちらナイトリサワーがサブスクリプションっていう、はい、サブスクで配信されていますので、はい、ぜひそちらの方もチェックお願いいたします。先に聞けるってことですね。そうですね、先行であの聞けますのでよろしくお願いします。はい、そして次は2月20日、はい、こちらエンタバー秋葉さんでは2月22日に20日にインスタライブがあります。はい、ぜひこちらの方チェックお願いします。お願いします。はい、ちゃんと言えてたよね。言えてた。わかりましたか皆さん。あ、わかったって。さすが。詳しくはまたツイッターにも書くんでチェックお願いします。お願いします。はい、じゃあ以上、私たちティーポッピーでした。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんにバトンタッチします。Thank you.
Thank you.
14日まで。
夜勤しますか、はい、そちらね、ぜひぜひ全国で聞けますので、友達にも教えてあげてください、ね、よろしくお願いします。お願いします。はい、そして次回のリリースイベントはまた、すいません嘘をつきました、次回のリリースイベントの話なんかしてません。2月14日この日は何の日だか分かりますか？なんとバリビリです。リリそして2月14日はここエンター秋葉様にてまたライブをさせていただきます。14日バレンタインで、バレンタインで私の本当の誕生日です。さっき楽屋でも話したんですけど、私はエンタマ、もうエンタマさんでしか誕生日を迎えられない女です。ありがとうございます。また3年、4年、30年、40年誕生日をここで迎えさせてください。そうだね、はい、そちらもぜひ来ていただけたらと思います。はい、本日はね、初のポッピーと合同イベントだったということで、ね、本当にありがとうございました。ここでね、1分間の撮影タイムをやりたいと思います。ポッピー出てこいよ。ポッピーポッピー、私たちが自粛期間中にすごく助けてくれた、ね、ありがとう、ありがとう、やっとできましたね、一緒に。嬉しい。これからもね、何回か行動あるんだね、よろしくお願いしますよ。じゃあ、ニュースなろ、ニュースなんか。Hold on.